皆さんも一度はこんな経験があるのではないでしょうか。好きな人に冷たく当たってしまった。実は人間という生き物は好きな人を目の前にすると判断力が鈍る動物だと言われているんです。実際どれくらい鈍るかというと、チンパンジーレベルまで判断力が落ち、計画性は20分先のことまでしか考えられなくなると言われています。どれだけ鈍るんだ、そんなわけがないだろう、そう思ったんですが、例えば昔から仲のいい友達とはジョークを飛ばして笑いを取ったりできても、その数秒後好きな人の前に立つと一転、なぜか相手に冷たく接してしまったり、なぜか無言の時間を作ってしまったり、思っていることと行動がちぐはぐになるんです。そう、人は好きな人の前に立つと判断力が劇的に落ちるんです。あなたもきっとあるでしょう。もしかしたら気づいていないだけで何度もあるかもしれません。異性に塩対応を取られ、それを真に受け相手と距離を置いたこと。皮肉なことに人間という生き物は大人になればなるほど冷たく接するという演技を上達し、あなたにだけ言葉数少なく接したり、あなたにだけなんだか塩対応だなと感じさせることは容易に、しかも完璧に演じれてしまうのです。そして、あ、この人俺のこと嫌いなのかな、そう真に受けさせることができます。それが好きな異性を前にして相手の判断力が鈍った行為だとしても、それを真に受けたあなたは相手に嫌われたくないので相手に近づかないようにします。そうやって逃した恋愛、あなたはいくつありますか？どうもこんばんは、ピエロです。今回は好きな異性がいた時、その異性が自分のことを好きかどうか見抜く非常にシンプルなテクニックをご紹介します。基本ピエロの動画内容は実践用なので、携帯のメモなどに気になった部分を書き写して移動中に見返せるようにしておくといいでしょう。明日から異性と会うのがワクワクするほどのテクニック、今後多めに紹介できたらと思います。話がずれましたが、相手が自分に好意があるのかを見極めるそのポイントは声のピッチです。声には高低というものがありますよね。高い声で喋るか低い声で喋るか、これを見てあげれば脈ありなのかどうか、あなたのことを好きだと思っているのかどうかを見抜けるようになるんです。先に結論を言っておくと、人間は好きな人を目の前にすると声が下がります。男性でも女性でもです。少し詳しく見ていきましょう。まず男性の場合は、魅力的な女性を前にした時に声のトーンが下がるんです。またこの子付き合えるかもと思った女性に対しても声のトーンが下がり、もっと言うとこの子付き合えるかもと思った女性が自分にも声を向けてくれると分かると、さらに声のトーンが下がるんです。ここで女性が行動を起こすとすれば、相手に好意がある場合、そういう好意のある態度をとって男性の声のピッチがさらに下がるのかを確認してみてください。もしそこで下がったのなら、自分の気持ちも伝わっているんだなと見抜けるわけです。ちなみに男性より女性の方が聴覚がいいという研究があったりするんで、そういう意味で言うと男性の声から女性がいろんなことを見抜けるので、かなり自分の耳が頼りになるかもしれませんね。では女性の変化はどうか、女性が好きな男性の前に立つとどうなるかというと、女性も声のピッチが下がるんです。ただ男性と違うのが、魅力的なだけで付き合おうとは思わない場合、女性は声が変わらないんです。男性は魅力的な人であれば声のピッチは下がるんですが、女性の場合は本当に付き合ってみたいと思う人にだけ声のピッチが下がるそうなんです。つまり一目瞭然なんですね。好意を持っている相手の女性に普段取らない親切な態度をとってみて、お礼の声が低ければ脈ありかもしれないというわけです。実際に実験もあるので一応紹介しておきます。バロツワフ大学などが行った実験で、30人の男女を集めスピードデートをやったものです。スピードデートというのは簡単に言えば相席屋のようなもので、数分間だけ男女が1対1で会話して、その男女がまた違う異性の場所へと移動し、いろんな男女がペアが変わった最終に、誰とデートに行きたいですかと聞き、お互いがこの人と行きたいと示し合わすことができたらデートに行くという形の実験です。このスピードデートはよく恋愛の研究で使われるんですが、今回はこの参加者全員の普段の声を録音しておいて、スピードデート中の声も録音しておきます。そして最後に誰を気に入ったのか指名合戦をしたのです。その時声のピッチは普段とどのように変わったか、そしてその時の好意の度合いはどうかを比べた結果、先ほど言ったように男性は魅力的な女性、または付き合いたいと思う女性を前にした時に声のピッチが下がり、女性は魅力的な男性を前にしてもあまり声のピッチは変わらないが、好きな男性を前にした時だけ声のピッチが下がったという結果が出たのです。これがかなり使えるという話なんですが、皆さんはなぜ声のピッチが下がると思いますか？例えば男性の場合は、自分の声を落として自分は優秀だと見せる特性があるんです。声の低い男性というのは一般的に男性ホルモンが多いと言われているので、生存能力があると思われモテやすいのです。だから声を低くするという理由があるんです。では女性の場合はどうでしょうか？ここで不思議なのが、実は女性がなぜ声を低くしたのか具体的な要因が分かっていないんです。女性の多くは電話口になると性格が変わったように急に声が高
高くなりますよね。その理由としては、初対面の人に声のピッチを高く示すことで自分自身を若く見せようとしているからという説があるのですが、ではなぜ付き合いたい男性の前では声のピッチを低くするのか、今はまだ詳しく分かっていませんが、今後明らかになればまた報告しますね。しかし事実として、実験では付き合いたいと思った男性の前で女性が声のピッチを低くしたという結果が出ているので、皆さんもぜひ機会があれば試してみてください。また声のピッチで相手の心理を読むというのは、よく心理学のテクニックでも使われ、相手の嘘を見抜いたりするときは、相手の表情や目を見るよりも声の肯定や喋ってる内容等を見て嘘を判断する方が確率が高いんです。今回は声のピッチで脈ありかどうかを見抜けるというお話でした。絶対当てはまるというわけではないですが、かなり確率の高い方法なのでおすすめです。ご視聴ありがとうございました。素敵な夜をお過ごしください。